喜びの渦に巻き込まれてまだちょっと地に足がついていないような状態でおります川崎さんは同東の別会長出身で4年前までは羊飼いと作家の二刀流で作品を生み出してきました受賞作のとも食いは明治後期の北海道を舞台に熊に挑むある男の姿を通し生と死そのものを問いかける作品です 札幌市内の書店には、すでに受賞を祝う特設コーナーができていました。北海道の作者さんがあの活躍されてるということは、あの大変喜ばしいことですし、う、え、れ、ー、しいなというふうに思っておりますので、これからも応援をしっかりとしていきたいなと思っております。